フレキシメーターストリップは、歯科医や歯科技工師などにとって有用な技術革新です。このテープは3種類の異なる厚さの順応性のある計測用具です。これはブリッジやクラウン、または伸縮クラウンといった咀嚼詞の修復のための歯科形成の高さを測ります。厚さ1ミリ、1.5ミリ。 2mm のフレキシメーターストリップは垂直面、すなわち光合の高さを高くするために利用することもできます。これは最高摂氏200度までの温度で滅菌することができるシリコンゴムでできています。滋賀形成の高さを測る際にフレキシメーターストリップにアーティスポットまたはアーティスプレーを適用することもできます。